はい、こんにちは。みちゃもの工業の機械です。これからですね、木彫を始めようかなと思っている方向けに、彫刻刀はこういう使い方するとあまり良くないよっていうのをご紹介していきたいと思います。以前ね、動画で作った、鉄アゴモアリさん、彼に、ちょっといろいろ実験体になってもらいまして、ご紹介していきたいと思います。まずですね、刃先をこう、木に入れて、こじっちゃうっていうね、よく見受ける、ついやっちゃうことのご紹介です。こじるっていうのは、こう刃をグッと入れて、グリグリ、グリグリとやっちゃうことですね。例えばですね、こういう入り込んだところですね。ここで、こう最後までドーンといって、で、ポロッと、こういう風に取れてくれればいいんですけども、こっちの切り込みがね、甘くて、こっちのあの彫りだけでは取れない時があるんですよね。その時になんかもうグリ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 ってやって取っちゃいたくなるんですよね。そうするとね、ここが欠けてしまうということが起きてしまいます。なんで彫る時はちゃんとこっちの方向からも刃を入れる。で、その谷底でですね、持った谷底でちゃんとこう切り口がこうね、つながるとこういうふうに取れますんで、無理やりこうグリグリってやって、ジュッジュッってこうなんかこうやっちゃうんですよ。こうやっちゃいたくなるんですよね。で、これをするとその研ぎまでの時間がまあまあ短くなってしまうんで、あんまりこう逆ウェッジに入れてはグリっていうのはやめた方がいいですね。まあ似たようなことなんですけども、例えばここを掘るときにですね、こういう感じでグリ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 、こうするとね、こういうガサガサした感じが出て表現としてはいいんですけども、刃はねダメになります。あ、もう欠けてます。結構ガタガタしちゃっております。やっぱり彫刻刀っていうのはこう鋭い研ぎ角度で研いでありますんでね、横の力にはあんまり強くないんですよね。なんで、こう掘るときはグリグリせずにまっすぐ刃が自然とこう掘れる角度でいう意識で、使ってみてください。ちょっとこれダメだ、研いできます。はい、研いできました。はい、いいですね。あの切れる彫刻刀はね、力を入れなくてもこういう風にね切れますので、5分ぐらいしか使ってないけど欠けたってたまに言われますけども、こうグリグリやったらもう1分で切れなくなりますからね。刃先にできるだけその変な抵抗がかからないように使っていただくと長くお使いいただけますので。あとですね、はい、例えばですね、こういうスプーンを掘るっていう時に、まあ、ウッディチゼル使うぞーっと、で、まあ、丈夫な作りだから、ガンガン掘るぞーっていうことで、例えばですね、こう入れまして、ね。で、ここら辺でもこう、なんか、テコで、しゃくり上げるみたいな。ね。これぐらい、深く入れても、なんか、テコでもこう、しゃくり上げる。やっぱりその刃先っていうのはこういう力にはね、まあ、強いですけども、こういう横の力にはまあそんなに強くないっていうか、まあ、鋭く研いでますんで、ここでこうグッてこうしゃくり上げるんじゃなく、あの最後までこう掘り上げてほしいですよね。掘り上げてほしいですね。まあ、荒掘り一気にねやりたいっていう気持ちはわかるんですけども、どんどんってぶっ刺してバキっていうのはこっちも良くないし、こっから曲がりますね。こっから曲がります。だからもう、傷地とかでバンバンバンってやって、バギっていうのはもう、あの、叩きのみ以外ではやらないでください。叩きのみでも、あまり、こういう力は、あまり良くないですからね。あとですね、こういう切りくずがちょっと残ってるようなところを撫でて、取れますよ。取れますけど、スクレーパーじゃないんで、ね、彫刻刀なので、スクレーパーみたいにこう撫でて取るっていうのは、まあ、切れ味は悪くなります。もうそういう風にして使
うのもあります。筋彫りのね、もう根刀とかそういうのをこう立ててこう撫でつけてこうやっていく使い方のやつもありますけども、あれは特殊なんで、チョコとは基本こう撫でてクレーパーみたいに使うのはちょっとやめた方がいいですね。はい、次はですね、こういう版画とかの板を彫るときの注意なんですが、持ち方ですね、チョコとのね、鉛筆持ちしちゃいますとね、入射角がね、鈍角になってしまうんですよね。だから刃がすごく刺さっちゃうような刃の入り方をしちゃうんで、あまり鉛筆持ちはこういう平面を彫るときはおすすめできません。そういうときはね、こんな感じで持っていただくと入射角がね、鋭角になりますので、自然な刃の入り方をして、そんなに力入れなくても彫ることができます。ちょっとやってみましょうか。鉛筆持ちでねやった場合、どんどん力もすごいいるし、なんか深く、すごい深く入っちゃいますよね。ね、すくい上げたいけどすくい上げられません、刺さっちゃって。なのでこういう風な持ち方を、こういう風なね、こういう風な持ち方をしますと、こういう感じで深く入りすぎることなくね、彫刻刀がこう自然と切れる角度でね、彫ることができますので、こういう感じの持ち方でね、鋭角になる、はいーみたいなそうやると思った通りの彫り方がしやすくなるんじゃないかなと思います。あとね、やっぱりこういう咽頭とか小刀の斜めの刃物ですね、例えばこの絵をね、整えようと思って刃を入れた時に、あ、いいですか、ここですね、こう刃入れた時にね、もうね、これ以上進まないんですよ。要はここからはもう食い込んでいく一方なんで、刃が。なのでこういう作業台を用意してね、こうして、で反対側から掘る。そうするとこういうふうに自然と掘れます。だからグッとこう引っかかったら木が嫌がってるなっていう声を聞いて、その正反対の方向からこういうふうに掘ってあげると。これ咽頭でも当然同じですね。咽頭ももうほらね、動かない。これまっすぐなとこが一番難しいですからね。いう時にこうやって反対にしてこういうふうに掘ってあげると作品もね、綺麗に仕上がります。で、彫刻刀にはですね、このように絵がついております。で、たまにこういうこんぐらいのとこ持ってね、やろうっていう人もいるんですけども、ちょっと刃先からこっちの手が遠いんで不安定になっちゃいますね。ちょっとこうやりにくいですね。かといってですよ、こんなところ、刃のこんなところを持ってやりたいんですけども、行動範囲がもう狭すぎて、うまく掘れませんね。絵は、あ、まあここら辺を持ってこのような感じでね、持ってください。必ず右手だけでやるんではなく、右手だけですとこういう風になっちゃってね、怖いですよね。思った通りの掘り方っていうのがなかなか叶いません。なので、こっちの直刀を持ってる反対の手の親指でこの峰の部分ですね、をこうやって押してあげる。小刀もそうですね、右手と左手とこう一緒に動かしてね、持っていってあげると思った通りの検討ができるようになるかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。以上のようなことをですね、気をつけていただくと彫刻刀も長持ちしますし、作品の仕上がりにも影響するし、怪我もしにくくなると思いますので、今ご紹介したところを意識して木彫を楽しんでみてください。
ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。